渡辺善とは、長野県白馬村出身のノルディック複合選手。日本のノルディック複合のトップ選手である渡辺明とは実刑。小学校3年時、先にスキーを始めていた兄の影響や、周囲の勧めで競技を開始。本人曰く、最初は、いやいやだったが、中学2年時には、全国中学校スキー大会、ノルディック複合で優勝。 翌年も連覇を果たし頭角を表した。2007年、兄、赤月とと同じ長野県白馬高等学校に進学すると1年生にして、早速全国高等学校スキー大会、ノルディック複合で優勝。2009年1月3日に、オーストリアアイゼンレルトで開かれたコンチネンタルカップに初出場し、1週間後の1月10日には、イタリアバルディフィエンメでのノルディック複合。 ワールドカップにも初出場を果たした。同年には、スロバキアシュトレブスケプレソでの、ノルディックスキージュニア世界選手権複合代表にも、選ばれ、個人軍打戦5キロメートルで7位に入賞した。3年時の2010年には、全国高等学校選抜スキー大会、国民体育大会、全日本ジュニアスキー選手権大会をすべて制する、活躍を見せた。2010年、 再び兄、赤月とと同じわせだ大学スポーツ科学部に進学。このシーズンからワールドカップに本格参戦し、翌2011年12月10日、オーストリアラムソー大会では自己最高となる8位入賞を果たした。2013年2月、バルディフィエンメで開催されたノルディックスキー世界選手権に初出場。ノーマルヒルダン体では後半、 距離での失速が響き、4位とチームがメダルを逃してしまったことに対し、僕の走りがチームの弱点、と述べるほど悔しさをあらわ,わにした。その経験をバネに、世界選手権後のワールドカップでは、3月8日のフィンランドラハティ大会で自己最高の4位に入ると、続くノルウェーオスロ大会では、自身初の表彰台となる3位に入った。この大会では、 兄、赤月とも2位に入っており、日本人選手としては1995年2月の小木原兄弟以来となる兄弟でのワールドカップの表彰台獲得となった。2014年ソチオリンピック代表に選出され、個人ノーマルヒルプラス 10km で15位、個人ラージヒルプラス 10km35 位、長井秀明、港祐介、渡辺明人と,と組んだ団体では5位となった。 2014年4月、兄と同じ北の建設に入社した。2017年のフィンランドラハティで開催された、ノルディック世界選手権の団体スプリント LH で、兄、赤月ととペアを組み銅メダルを獲得した。飛躍を得意とし、中学3年時の全国中学校スキー大会では、順ジャンプでも2位に入ったほどの実力を持つ。しかし、ワールドカップでは、兄、 暁とのワールドカップ参戦初期と同じように、飛躍では、まずまずの位置につけるものの距離で抜かれ、順位を落とすという場面が多く見られており、今後の総力の向上が求められる。 h t t p w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  x p o r t s c o m n e w c o m e r s p 1 0 1 0 7 1 9 p h p h t t p コロンスラッシュスラッシュ www.sponichi.co.jp スラッシュスポーツスラッシュニューススラッシュ2011スラッシュ12スラッシュ10スラッシュ kiji スラッシュ k2011121000220070.html.http コロンスラッシュスラッシュ www.sponichi.co. jp スラッシュスポーツスラッシュニューススラッシュ2013スラッシュ02スラッシュ24スラッシュ k i ji スラッシュ k 20130224005266920度 html ギ原兄弟の表彰台獲得もおスろ大会であるありがとうございます